こんにちは、えー2020年6。2020年6月8日、連続講座、生物遺伝子ウイルス免疫医療。 第22回をやりたいと思います。で、本日はヒトゲノム、ヒト遺伝子、細菌とウイルスとの比較ということをやりたいと思います。で、私は講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉と申します。私の市議としての新型コロナウイルス対応関係の発信は朝倉 m ある公式サイトに載せてありますので、どうぞご覧ください。で、本画面ではちょっと若干見えづらいんですが、ここ、カーソルをこういうふうに動かして、えー、指しますので、この ちっちゃな動きを見たらあの、そこが説明しているというところとをお考えください。さて、本講座は、このような5点の注意点でやっていきたいと思います。で、この講座の今後の日程なんですが、今週はヒトゲノム遺伝子とウイルス、これ実は切っても切れない関係がありまして、の話をいたします。で、来週免疫の話をしまして、ここで一通り講座全体を割ると。で ただ、これまでの、あのー、内容をもう一回レビューするのを来週にやります。でちょうどその次の週から、あのーえー、具体的に私はずっと学習サポートとか、まあ、具体的に受験生とかに教えるのを、えー、この間ずっとできてなかったんですが、あのー、それがようやく6月の26日からスタート、リアルで。 子供たちに教えることがスタートできますので、えっと、ちょうどその前日までを区切りとしようかなというふうに考えております。はい、でも、あの、これは記録をずっと YouTube に残しますので、その後も、あのリアル、私のリアルな学習サポートとか、受験生の、えー、授業とか始まっても、この動画を残しますので、ご活用ください。さて、本日は非常に深いテーマに入っていくんですが、私たち人の遺伝子、そして、えー 最近の代表選手である大腸菌の遺伝子、そしてまあコロナウイルスの遺伝子をそれぞれ比較してみたいと思います。で、まず、えっと、人の遺伝子は DNA の2本差ですね。で大腸菌も DNA の2本差です。で、これまで言ってきたように、ウイルス、特にコロナウイルスは RNA の1本差ということで、ちょっと持ってる、その、 まあ、遺伝子の種類が違うんですが、情報としては同じような形態をとっています。これ、後でまた説明します。それで、この、えー、と人の、えー、日本差 DNA の情報量なんですが、なんと31億塩基対、塩基、A や T, T、G や C が、えー、対面した対が31億塩基対もあるんですね。えー、大腸菌は464塩基対です。でウイルスは、まあ、それに比べると非常に少ない。3万塩基対 というえ、まあ、これ三万円つじゃないですね。1本差ですか。ら3万円期ということになります。で、この円期対というのを単位で、えー、ベースペアというので表現するんですね。あの、ベース円期ペアということで、ベースペアというので表現します。で、えっと、こういうふうに表現できます。そして、えっと、まあ。 ウイルススののにに一本でですす。単にベースと表現しますさて、そのベースペアなんですが、実質、えっ、ー、と2、2本の鎖のうち片側が遺伝子として読み取られているので、まあ、実質、対があっても、その中の片側なので、あの、塩基と一緒ということで、まあ、ペアを除いてしまって、ベースと表現することがあります。さて、31億塩基対応は、億というのは10の球乗であります。そうすると、ギガと表現するんですね、ギガ。 で、10の6乗100万はメガと表現します。で、えっと、1000はキロと表現しますので、これをギガメガ、えー、キロで表現するとこっちは3ギガベース。で、こっちは3000メガベースです。えー、っと、100万の3000倍というですね、30億は。そして、 こっちは300万キロベースということになります。で、あえてこれキロベースと表現したのは意味がありまして、えっと、これは、あのー、キロベースで表現することはこれから説明しますね。で、さて、大腸菌は、あのー、464、えぇ、ー、まあ塩基対であります。そして、まあこの、これまぁ、5と100したり、4と100したりする、まああの、どっちでも、 まあ、約ですから、だいたいと思うんですけど、まあ、こっちでね。えっ、ー、と、4.6メガバイス、あるいは4600キロベースということになります。で、次、ウイルスは3万円機ですので、30キロベースということになります。そして、そこに載ってる遺伝子数なんですが、これ調べられておりまして、人の遺伝子数は三百万です。あ、三百0万、ごめんなさい。万ですね、2万です。 でえっと、大腸菌の遺伝子数は4289ということが分かっていますで。遺伝子数は、実は遺伝子の定義によるんですが、タンパク質を指定する領域のことを遺伝子数という,うに言いますあの、考えますとこういうことになりますで。実はウイルスは30個程度ですね。さて、このゲノムの大きさ、DNA とか RNA の鎖を持っている長,、まあ、長さと言ってもいいんですけど、長さと、それから遺伝子の数の間に何か関係あるでしょうか。 で、さっきをわざ私があえてキロベースで全部表現してますけど、このキロベースの値と、それからこの遺伝子数の値をちょっと比べてみてください。何か気づくことありませんでしょうか。はい。じゃあ答えいきますと、こうですね。で、実は、あの大腸菌という原核生物は、4600キロベースの,の、まあ、DNA を持っていて、それに乗って 持っている遺伝子数がですこれ2アリーイコール数学でニアリーイコールで4600キロベースで4200個、えー、持っているわけですからほぼ一緒ですねでウイルスも30キロベースまあコロナよりは30キロベースの塩基,塩基を持っていてそれが約30個の遺伝子これもニアリーイコールですこ,こ,れ、えー、これはどういうことかということですねでこ,れここだけ見るとどうも1遺伝子1タンパクを指定するのに1キロベースの 延期の情報がが必要じゃないいかととうことが推できるただえ、人はちょっと違いますね。300万キロベースあるはずなのに遺伝子が2万個しかないんですね。もしこの理論が、えっと、幻覚生物やウイルスに成り立つ理論が成り立つならば、300万個なきゃいけないんです。人の遺伝子は。ところが、2万個しかないんですね。えー、ということで、これがなぜかということを考えてみたいというふうに思います。さて、 それでは、えっと、幻覚生物の転写、えー、と翻訳ということで、これはウイルスもほぼ、まあ、あのー、同じと考えていただいていいんですが、あのー、こういうことになります。さて、あの、これ,これまでの,あの学びであったように、ここに塩基 ATGC が並んでますね。そして、ここにデオキシリボース、えー、DNA の場合にはデオキシリボースがあって、 リン酸があってここに出動で、この、えー、と塩基の並びがこうずっと並んでいて途中省略してあるけど100、あ、1002個ですね1002個のヌクレオシツ1002個の塩基がある並びを考えてみたいと思いますさて、この並びの最初に出てくる暗号が ATG なんですがこれは あの、前の学習であったように、これは、その、翻訳の開始を指定する暗号なんですね。そして最後、tga、タガーですけど、これは、翻訳の終わりを指定する暗号です。まあ、そこからそこまでの長さがあると。で この DNA には反対側の鎖がありますので、まあ、これが、えーまあ、対面する形であります。さて、この下側の鎖に相互的に読み取って、結果的に上側の鎖の暗号と同じになるように、メッセンジャー RNA が転写されるんですね。転写されます。でえっと、転写されるときにあのこのこれこれの、これとこれは対面して裏返しになっている。 でこれとこれがあのまた対面して合成されますので結果的にこう上の鎖の暗号と、えー、ここの鎖の暗号は、えー、t が u に置き換わるだけで同じになってましてこうなります。でそうするとこういう、えー、メッセンジャー RNA の暗号が出てくるとそれが細胞質でリボソームで翻訳されて3塩基ごとに暗号を読み取る形でトランスフォア RNA というのがまた双方的にくっついてくるんですね。 くっついていきますでそうすると、三塩基ごとの暗号を読み解いて1つのアミノ酸を作ります。メチオニン、プロリン。で、こっちも、まあ、本当はいっぱいアミノ酸があって、ペプチド結合して、そして最後、GAA 暗号で指定されるのはグルタミン酸ですね。ということです。で、最後の、えー、ウガーのところですけど、これは終止コ,コドンという言いまして、 あのここでピリオドを打つんです。でピリオドを打つところにアミノ酸はあの連れてこずに集結因子というのが張り付いて終わりですので、102塩基のうち、まあ、ここの最後の3個はあの終わりの暗号としてまれあの、えー、と何もアミノ酸を連れてこないので、アミノ酸を連れてくるところまでこの999個なんですねで。3個ごとに1つのアミノ酸をつけ連れてくるので、333アミノ酸が。 えー、連れれれててらそれ同士がペプチド結合をしますでアミノ酸というのはペプチド結合するとこういうような形の、えー、と立体構造ができましてこれがタンパクとしての形のあのー、まあ、独特な形や酵素の活性とかになりましてまあ、これが生き物の体の中で非常に重要な、まあ、大腸菌でもまあ、ウイルスが合成するタンパクでもこれが重要な働きなんですね。で これが実は、えっと、原核生物から新、あの、ウイルスまで、大体、標準的な遺伝子の値です。えー、さっき言ったように、ちょっと、1キロベース、1遺伝子イコール1キロベースという仮説を、この数字から、あの、まあ、まあ、仮説というか、その、そうではないかという類推の数字がありますけど、実際そうなんですね。大体、えー、いえー、ヌック領地と1000円期並んでると、 333ぐらいのアミノ酸ができて、それが一つの、えー、タンパクになるということです。で、えっと、こういうような数字的な、えー規,則まあ、規則性があります。で、ちょっとここに書いてあるんですが、生物はあの大腸菌が使うタンパク、人が使うタンパク、まあ、ウイルスが自らのために合成するタンパク、えー、さまざまな長さのものがあります。アミノ酸が非常に長いものもあれば、非常に短いものもあるんですが、平均すると、 どの生物でも大体生き物が使っている、えー、まあ生き物かあるいは生き物の仕組みを乗っ取って増殖するウイルスが使っているタンパクのアミノ酸数は300から500程度なんですね。 そうすると、まあ、ちょっと、まあ、ばらつきあるんだけど、まあ、数字のわかりやすさのために330アミノ酸というふうに仮定すると、3塩基ごとに1つのアミノ酸してるし、そいので、1000塩基でちょうど1つのアミノ酸が指定さ、あ、一つのタンパクが指定されるということで、最初に言ったように1キロベースイコール、1000塩基イコール、まあ、1遺伝子というふうに、1タンパクというふうに考えて、だいたいいんですね。で、これは、さまざまな、 あのウイルス関係とか細菌とかの遺伝子の、えー、話を読むときに、これ知ってると大体の大きさの目安がつきますので、1遺伝子イコール約1キロベースということを、まあ、見ておいていただけると思います。さて、その視点でえ、ちょっとコロナウイルスのこと、この前説明したコロナウイルスのことを説明しておきたいと思います。でここにちょっとコロナウイルスの,あの RNA の長さが書いてあるんですけど、長さ書いてないんですけど、30キロベースです。 さっき言ったように3万円基ですね。3 0キロベース。で、ここの非構造タンパクの部分が2 0ースです。で、そしてここの後半の部分が残り1 0ロベースということになります。さて、2 0キロベースのとこが一旦大型のタンパクに翻訳されて、またプロテアーゼで分解されて16分割されるんですけど、そうすると2 0ースを16分割さ、 させるとということは、えー1えー、1部品が1キロベース相当になりますねつまりこれ、えーっと、やっぱりさっき言ったように330ぐらいの、えー、アミノ酸、えー、でできたタンパクの鎖になるんですね。で、ここはちょっと代表的なもの4つしか書いてあり,ありませんけど、まあたい細かいもの含めると10個ぐらいありますので、あのまあやっぱ3 0キロだとここに約 16個ですから、約20個。ここ20個あって、ちょうど30ぐらいあるという、1キロベースイコール1遺伝子というサイズでコロナウイルスも説明できるんですね。さて、1遺伝子イコール1キロベースという前提のもとに、ヒトゲノムをあの読み解くと非常に不思議な現象があります。ヒトゲノムは、まあ、私たち、ヒ、え、ト、ーまあのゲノムは2001年に塩基配列の概要が解読されまして、 2003年に完全解読され、そして2004年に論文ができました。つまり、人の遺伝子の延期配列が完全に生まれたのは、まだ、あの、なんというかな、ま、15年前ですね。えー、ということなんですが、えー、それで分かったことは、えー、っと、まあ、さっき言ったように、キロベースで、まあ、30億円きついですけど、あえてキロベースに直すと300万キロベースペアなんですけど、 1>, 1キロベースイコール1遺伝子のはずなんですけど300万だったらさっきの原核生物の理論からすると300万遺伝子なきゃいけないのに2万しか遺伝子がないってことが分かってきたんですねまあこれ遺伝子の定義にもあるんですが狭くタンパク質を指定する領域というふうに定義すると2万しか遺伝子がないとでそうするとこれ単純に割ってみるとえっと300万を2万であると 一遺伝子ごとに150キロベースペアもあるってことが分かった。一キロベースで一遺伝子のはずなのに、なんと150倍の長さもあって初めて一遺伝子が出ることが分かったんですね。で、さらにヒトゲノムを調べたところ、大雑把に二つの領域に分かれることが分かったと。遺伝子領域というところと、 非遺伝子領域に分かれて、これが約3対2ですね。あ、に、1対2です。一対二です。3分の1が遺伝子領域。遺伝子に何らか関係する領域で。で、3分の2、実は全く遺伝子、まあ、いわゆる狭い意味での、タンパクを合成するという意味での遺伝子には関係しないというところです。さて、2つの疑問が、えー、生じます、ここで。で、1キロベースイコール1タンパクのはず、厳格だったはずなのに、50キロベースもあると。 あの、あえっ、ー、と、ベース、えー、これ B、B の間違いですね、BS もあると。で、そうすると、5 0ースもあるから、えー、じゃあ、でかいタンパクができるかというと、実は、えー、できるプロテインは、タンパクは、やっぱり1キロベースペア相当、えー、ですね。あのー、まあ、300から500アミノ酸ですので、原核生物、えー、大腸菌が使っているタンパクの大きさとそんなに差が,がないと。そうすると、1キロベース相当ですので、 50キロベースも領域がありながら、1キロベースしか使ってないということが分かった。ということは、これが謎だということ。それともう一つの謎がこの、この非遺伝子領域というのは何かということですね。でこれは明日にやるしようと思います。で、ここに実はウイルスとの関連が出てくるんですね、まあ。この遺伝子領域でもウイルスの関連があるんですけど、ここにウイルスの関連が、えーまあ、かつて私たちの体がウイルスのような動きをする遺伝子によって、 ここの部分が量増幅ししてきたという話を明日はしますで、本日はなぜ5 0キロベースペアの,あの遺伝子領域があるのに、まあ、実質1キロベースしか使ってないかということなんですけど、それはこれなんですね。で、これまでもこの図は何回かお見せしましたけど、この,あの DNA をの一部を解いて、えー、片側をコピーしてメッセンジャーレンを作って、リボゾームで翻訳するという、ここら辺を強調して、ここを強調しなかった。 実はここ重要な今日の話がありましてメッセンジャー RNA 全体というのをまずコピーした後にスプライシングというのを打つんですねスプライシングこれ短めにするこれ長さが短くなっていますでこのスプライシングの理論をもうちょっと正確に言うとこういうことなんですねえっとこれはまず RNA ポリメラーゼが人遺伝子の中で DNA の部分を読み解きますでこの読みあのコピーする遺伝子の部分に実はもともと イントロンとなる部分とエクソンと言われる部分があって、この赤で書いたエクソンというのが、後でタンパクに翻訳される部分で、実はタンパクに翻訳されずに、一旦このメッセンジャーレネ、ね、としては、一旦全体としてできるんだけど、後で切り捨てられる部分があることが分かった。イントロン。イントロンというのは、まあイイ、イントロン。あまあ、中に入れ、入っている配すという意味で、エクソンというところだけをつなぎ合わせて、えー 成熟メッセンジャーに作って、これを最後にリボゾームで翻訳していることが分かった。このイントロンという一見無駄に見えるところを、えー、コピーしているということが分かってきたんですね。それ後で切っていることが分かったと。で、それが実は暗号にも、えー、もう分かってまして、えー、これ GUAGS というのがあって、えー、メッセンジャー RNA ベースというと、 GU から AG までのところがイントロンとして捨てられる、この青、水、水色で書いた部分ですね。が捨てられるってことが分かってます。で、これ、えっと、この暗号を説明する都合上、非常に短く書いてますけど、イントロンが長いんですね。で、たい、えー、エクソン1に対してイントロンが、まあ、24ぐらいあると言われてまして、長さ的には。えー、だから、50キロベースもあるのに、1キロベース相当のタンパクしかできないのは、えー、そもそも、 イントロンが5 0キロベース中の48位ぐらいを占めていて、まあ、2ぐらいがエクソンになってそこがタンパクに読み込まれるかタンパクは 1,、まあ、1キロベース相当ぐらいの長さになるということですねさてそれとちょっとさっき言い忘れたんですがあのここにもう一つ重要なことが書いてありましたでここに、まあ、このさっき言ったように4 0 5 0キロベースのうち48ぐらいがイントロンなんで2キロベースぐらいのタンパクしかできないから 1kb キロベース、まあ、2と1は誤差の範囲だと考えてください。あの1キロベースペア相当のタンパクができるということはそうなんですけど、ここに2種類書いてあるんですえ。実は1つの遺伝子領域からタンパクが同じ遺伝子領域なんていうか2つできることがあるということが分かってきました。でそれは、 これ、あの、学者たちにとって疑問だったんですね。人の遺伝子2万遺伝子領域しかないことが分かった。でも、人の体って、いろんな代謝とかやってるので、2万のタンパクで果たして、えー、足りるのかと。えっ、ー、と、まあ、その遺伝子が解析される前の予測としては、人の体の中では働いてるタンパクは10万とか40万あるんじゃないかと言われてたので、2万というのはちょっとやっぱり少なすぎるだろうということで、えー、2万領域しかないけど、どうも、 1一領域から複数のタンパクができるということが分かったんです。で、その仕組みを説明します。で、これが選択的スプライシングという、えー、行為でありまして、まあ、さっき言ったようにエクソン、イントロン、エクソン、イントロン、エクソン、えー、というのがどんどん続いているんですが、えー、さっきではこのイントロンを捨てていくということしか説明しませんでしたけど、面白い現象が分かってきたんですね。えー、一1つの遺伝子領域からまずメッセンジャーのイン全体ができる。 ところがそ,そのあとイントロンだけを全部丁寧に切り出してエクソンを全部つなぎ合わせる、えー、そのスプライシングの他に、えー、っとこのエクソンもセットで捨ててしまうと途中のエクソンも合わせてこれ捨ててしまうというこの青いところは捨ててしまうという記号なんですがエクソンの 2, 2も捨ててしまうという、えー、こうスプライシングもできることが分かってきましたそうするとこれはエクソン1234が並ぶんですけどこれで2が捨てられてエクソン 1> 1 3 4となりますであるいはこう1を捨てて、エクソン2、4というふうにえ、えー、つなぎ合わせることもできると。そうすると、これが別々のタンパクになるんですね。そうすると同じ遺伝子領域なんだけど、複数のタンパクができるという選択的スプライシングということが行われていることが分かって、どうも、真核生物の中では、この仕組みで、実際の,その遺伝子領域数よりも多いタンパクができているんじゃないかということが え、考えられております。さて、で、本日の、あの、数値をもう少し正確な数値として、えー、整理しておきたいと思うんですけど、まあ、今日、今日はウイルスの話というよりも、原核生物である大腸菌と人のイメージを、その、まあ、あの、見ておいてほしいんですが、大腸菌はこう、輪っか状の DNA で、 さっき言ったようにイントロンという行為しません。えー、スプライシングということをしませんので、1遺伝子1キロベースでピチピチに詰まってるんですね。だから、隙間も少しあります。あの、やっぱり遺伝子と遺伝子の間にちょっと隙間がないと、その読み取りが、えー、おその始まったり終わったりできないので、隙間があるから、ちょっと隙間があるんですけど、基本的には1キロベースぐらいの遺伝子がピチピチに詰まってます。だから470、4700キロベースで4300 三百個の遺伝子ということで、一遺伝子1キロベースということで、通じつまわってるんですね。で、人ゲノムの実はさっき1キロベースと言ったけど、若干長めです。あの、大腸菌が使ってるタンパク質、若干長めだけど、まあ、これもほぼ1の1キロベースの範囲ですね。それで、まあ、2.2万ですけど、まずは、 非遺伝子領域という、こう、遺伝子と遺伝子の間の領域があるのに加えて、イントの部分もあるということで、結構遺伝子がスカスカに入っているということですね。ということになります。それでは、えっ、ー、と、明日の導入です。えっ、ー、と、今日は、 この人ゲームの中の遺伝子領域の中で実際にタンパクを指定しているエクソン領域は少なくてイントロンという読み出す、切り出される部分が多いという仕組みを、あと選択的スプライシングの仕組みにしました。じゃあ次、明日はこの非遺伝子領域。えー、ここに、まあ、ウイルスとの関係が強く出てくるわけですけど、私たち人自身のゲノムに残っているこの非遺伝子領域の、えー、仕組みについて、 またやりたいと思います、えー、本日はご静聴ありがとうございました